バスを待ちます。今日は電動バスに乗りたくてバス停に来てます。ムンバイでは去年ぐらい、1年ぐらい前から結構電動バスが増え出してるんですよね。そのバス会社っていうか市が運営してるんで、ムンバイの市の法人で電動バスを積極的に導入しようとしてるみたいです。一応ね、あのバス自体の値段は電動にする分上がっちゃうんだけど、オペレーションの燃費が安い分で毎日走るバスなら十分元が取れるっていう計算みたいです。あ、これは電動の三輪ですね。人、お客さんを乗せて走る時もありますけど、ああやって荷物を運ぶやつもあります。目的のバスに乗ることができました。アイロリっていう地区エリアに行く、隣町のナビムンバイにあるアイロリ地区っていうところですね。そこに向かうバスです。電動でエアコン付きなので窓も閉まって快適なバスです。ちょうどインディアンインスティチュート部もインド工科大の前で乗りました。ここから時間にして多分1時間ぐらいかかると思います。途中停車しながらなので、で料金は27ルピーでした。特に電動だから高いってことは多分なくて、エアコン付きのバスだったら高いっていうのも前はあったかもしれないし、街によってはあるかもしれないですけど、多分ムンバイはエアコン付きだから高いとかっていうのはあんまりない気がします。少し違うかもしれないけど、最近ムンバイは徐々にエアコン付きを標準にしようとか、 CNG とか電動バスを、いわゆるガスで走るバスですね、 CNG は、あとは電動のバスを増やそうという動きが増えてます。で、もともとはディーゼルが多かったんですけど、まあ環境意識ですね。昔はディーゼルでエアコンなしが標準だったのを徐々にアップグレードしていくっていう感じです。メトロの工事してるんですね。鉄道が走ってます。帰りは鉄道に帰ってくるのかな、今ちょっと考え中です。帰り結局バスはね、ま、2、30分待ったかな、2、30分に1本のバスなのはずなので、手すりのところにストップボタンがありますね。降車するときは押すみたいな。で、立つ人用に釣り革もあります。あれ透明になってるんで広告入れられるんだと思います。本当はこの部分に広告入れられるんだと思います。次の停車駅がどこ停車、次の停留所はどこっていうような案内はないので、自分で外の風景見たり地図で確認したり人に聞いたりしないと分かんないですね。こうやって中に車掌さんみたいな従業員がいて、あの人が料金の徴収をします。運転手とは別にもう一人職員がいて、行き先を言っていくらっていうふうに言って、レシート代わりの乗車券をもらってという感じです。だいたい初乗りは6ルピーぐらい、10円ぐらいからかな、初乗り10円ぐらいで、今回僕は1時間ぐらい乗るので比較的高い27ルピー、
27ルピーってことは45円ぐらいかな、そんぐらいします。エアコンも結構風が出てきて寒すぎず快適ですよ。外観は後で撮りましょう。このバスの外観、どこのメーカーかな、タタかな、書いてありました。 JBM ですね、メーカーは。 JBM は多分インド地場だったと思うんですけど、技術をどっか他の国の会社から導入してたと思います。後でちょっと調べてみます。隣を鉄道が走ってます。鉄道は前別の動画で取り上げましたけど、あれとはちょっと違う路線ですね。まもなく料金所を通過します。ムンバイ市から隣のナビムンバイ市っていうところにの市の境なんですけども、ちょうど川があって、そこを渡る道路のところに料金所があります。特に高速道路っていうわけじゃないんだけども、お金を払わないと通れなくなってますね。で、あそこ一応端っこが現金で OK なところだと思うんだけども、基本的に最近は ETC みたいなシステムが導入されてて、あれですね、 RFID のタグがフロントの窓のところに貼り付けられてて、それで自動的に認証されてお金が支払われるっていう仕組みになってます。そういえばこれ一応電動バスなんで、なんか乗り心地違うかなと思って乗りましたけど、まあ意識してみると、意識して感じてみると結構乗り心地はいいかもしれない。加減速がモーターのモーターっぽさがあって、あんまりこうエンジンがブイブイいってる感じじゃなくて、スムーズな加減速気がしますね。まあそれを気にしないぐらい、それが気にならないぐらい道路の凹凸がある、ガタガタ言ってるんで、あんまり分かんないですけど、これで反対側に川を渡ってナビムンバイに入ってきました。ナビムンバイって要するにニュームンバイですね、新しいムンバイっていうことで、多分歴史的にはムンバイがあって、ムンバイの人口が多くなって土地が足りないってなった時に、じゃあ周辺地域も開拓しましょうっていうことで、ナビムンバイが町として整備されてるんだと思います。なんか立派な建物は宗教施設かな、あこれフラミンゴか、フラミンゴっつったかな、このピンクの鳥、この辺がよく渡り鳥、フラミンゴの渡り鳥が見えるっていうエリアなんですよ。この今の季節はもうちょっと過ぎちゃったかな、4月5月ぐらいだと思います。それを見るツアーもあるんですよ、川下りツアーみたいなので、それを見ることもこうやってフラミンゴだったと思いますけど、あのピンクの鳥の絵がいろんなところに描いてあります、ね、一つのなんていうの、名物というか、この地域を象徴する動物ですね。
JBM という会社、やっぱりインドの、もともとは多分自動車部品をやってる会社で、でバスとかも作ってる流れで今度電動バスを作ったっていう感じみたいです。多分インドの中では電動バスを作ったパイオニア的な存在で、割と早い時期から 3、4年前かな、もうちょっと前かな、それぐらいから電動バスをなんていうか製造してもう売り始めてるっていうことですね。他にはインドにはタタも電動バスを作ってますし、あとオレクトラっていうインドの会社なんですけども、中国 の BYD と提携して電動バス作ってる会社もあって、多分この3社がメインどころだと思います。それで壁に絵描くの流行ってんのかな。お、バス停留所っていうか、なんていうの、バスターミナルですね。 I love ナビムンバイと、このナビムンバイっていう市ですね。バスがたくさん止まってます。他にこういうバスです。JBM って書いてますね。緑のナンバーは電動ですよっていう、まあ、こっち側はなんて書いてある、あ、こっちは広告か。